まあ、ここでね、はい、どうぞ。あ、はい、スタートなんですけどね、うん、ここはもう本当、一番下の野口選手出るのかなと思ったんですけども、うん、スタート牽制から入りましたね、うん、そして野口選、竹内選手が前を取る形になりまして、うん、その後ろに七地選手ですね、4番7番という並びになりますね。そしてその後ろ桑原選手が取ってますので、9番の川端選手がこれから上昇して、9番3番という、ラインを組みますね。そしてその後ろ、2番の阿部選手が、取ってますので、坂本隆選手が上昇して、東北ラインを形成します。最後方には、1番の野口選手、5番の和田選手、6番の佐藤選手、南関東勢ですね、前から4番7番ですね、9番3番8番2番1番5番6番ということなんですけども、やはり、この中で、重要なのは先行選手ですね、うん、竹内選手対野口選手、うん、この両徹底先行型を、どのような仕掛けで野口選手が後ろから仕掛けていくのかなというところなんですけども、やはり、残り2周半のラインのところで、しっかりと切っていかなければいけないので、野口選手も、そこを見ながら、通過しなければいけませんよね。前で待っている竹内選手はもう前を取ってしまえばもう突っ張り策かなというところですよね。まあ、これは、野口選手が前を取ればそうですし、竹内選手が前を取れば、そうなってくるのかと思うんですけども、やはりライン3者の利を生かしてここは野口選手は後ろからということになりましたね。今残り3周なんですけども、そろそろですね、野口選手がここから上昇していって、うん、残り2周半のラインを目指してスピードを上げていこうと思っているところなんですけども、なかなか難しいですよね。切ってしまうと失格になってしまいますし、ここは竹内選手も中段上がってますから、ここで踏み合いになりました。残り2周半ですね。もうここから踏み合ってしまうと、やはり川端選手、坂本選手、スピードが落ちるのを待っているような感じなんですけども、ここで、和田真選手が連結を離れてしまったんですよね、うん、はい、ちょっと見切りが早かったかなと思うんですけども、まあ、竹内選手が、野口選手の絶好の番手に入ってしまいました。まあ、こうなってしまうと、もう竹内選手は、一度回復しますからね、残り1周のホーム戦で、川端選手がまくってきたところを、思い切りよく番手から出ていきましたね。ここもいい竹内選手の動きでしたね、うまく、七選手がブロックをして、川端選手が後方、最後方から、坂本隆選手が大外を阿部力也選手と、まくってきまして、七選手もうまく切り替えて3着ですね、ここは東北勢、8番2番ですね、うん、そして七選手7番と8番2番7番の決着ですね、はい、まあね、うまく流れに乗ってね、はい、あの坂本選手すごかったですね、すごかったですね、はい、はい。